リンカーン。リンカーンは、アメリカ合衆国のフォードモーターの一部門である、ザリンカーンモーターカンパニーによって販売されている、高級車ブランドデル。ブランド名の由来は、創業者が尊敬していた第16代、アメリカ合衆国大統領、エイブラハム・リンカーンにちなんだものである。キャディラックと並んで、アメリカを代表する高級車として知られている。販売地域は、北米、中東、 韓国、日本に加えて、2014年には中華、人民共和国にも進出した。1917年、リンカーンはヘンリー・マーティン・リーランドによって設立された。リーランドは、キャディラックの創業者の一人で、キャディラックがゼネラルモーターズに吸収された後も、同部門責任者を務めていた。第一次世界大戦中、リーランドは政府からの要請で、 航空エンジンの生産に乗り出そうとしたが、ゼネラルモーターズの創業者ウィリアム C ・デュラントに反対されたため、ゼネラルモーターズを辞して、自らエンジンメーカーのリンカーンモーターカンパニーを設立した。リンカーンは終戦までに6500機のリバーティ航空エンジンを納入している。戦後、リンカーンは高級車メーカーとして再出発を遂げた。リーランドは、 かつてのキャギラックで高性能な部位があった8機筒車を開発したノウハウを生かし、それを上回る時速80マイルを達成可能なスーパーキャギラックとも言うべき高性能高級車をリンカーンブランドで実現しようとしたのである。1920年9月に完成した最初の試作車は 90PS 以上の高出力で実際に80マイルクラスの最高速度を実現、徹底した。 品質管理と群を抜いた性能によって大きな全評判を取った。しかし、最初のリンカーン、モデルエルは発売当初こそ注目を集めたが、販売実績はほどなく急落した。原因はスタイリングであった。リーランドは機械的な精密さと高性能を追求することには熱心だったものの、スタイリングには無頓着であった。あいにくリンカーンが当初契約した。 ボディ外注先のボディメーカー各社は、強度や仕上げの面は、ともかく、不格好で魅力に欠けた実用デザインしか施せず、富裕層に好まれるような美しいスタイルの高級ボディを作れなかったのである。自動車のボディが、ホロ屋根のオープンタイプから、固定した屋根と窓ガラスを備えるクローズドタイプに移行し、ボディデザインの重要度が高まっていた時代に、これは致命的な弱点となった。 加えて、戦後の不況や合衆国政府による戦時中の利益に基づく追徴課税がリンカーンを直撃、激しい財政難に遭遇し、その結果、1922年、リンカーンはホードモーターに買収された。買収後もリーランドはリンカーンの責任者を務めていたが、ホードとの意見の対立からわずか4ヶ月後には会社を辞してしまう。リーランドの辞職を機にリンカーンは フォードモーターの高級車ブランドとして本格的に組み込まれていくことになるが、リンカーンモーターカンパニーは、フォードモーターの子会社として1940年4月30日まで存続し、その後はフォードモーターのリンカーン部門に吸収、再編されている。フォードモーターの創設者、ヘンリー・フォードは、当初高級車部門への参入には消極的だった。フォードモーターも、 創立初期の頃には高級車を手掛けていたが、大衆車、フォードモデル T の成功によって、モデル T の単一車主修中生産に邁進するようになり、市場の限られた高級車からは手を引いていたからである。結局ヘンリー・フォードは、息子で名目上のフォード社社長であったエドセルにリンカーンを委ねることになる。この時エドセルは、父は、 世界一の大衆車を作ったが自分は世界一の高級車を作りにと決意を語ったという。エドセルは幼い頃から父親の作る自動車や機械に触れ、また現場で叩き上げた職業人の父親と違って高等教育を受けた教養人で欧州の自動車業界や社交界にも知器を持つなど自動車に限らぬ幅広い知見を備えていた。 特に自動車のスタイリングに関しては、自ら手がけることこそなかったものの、優れた批評判を持つ人物であった。リンカーンを支中に収めてからのエドセルは、アメリカのカースタイリングトレンドの中心人物になったと言っても過言ではない。エドセルはその見識と交友関係の広さを生かし、数々の有名、コーチビルダー、当時の高級車の場合、 自動車メーカーはシャーシーのみを製作、顧客の好みに合わせたボディをコーチビルダーで化するのが一般的だったと契約、優美なボディを仮装することが可能となり、これによってリンカーンに商業的成功がもたらされた。ジャドキンス、ルバロン、ブラン、ミロビーなど当時のアメリカの一流コーチビルダー各社が顧客の嗜好に合ったスタイリッシュなボディを仮装したのである。ほどなくリンカーンは キャディラックやパッカードなどと並び、アメリカを代表する高級車の一つという評価を勝ち得ていく。リーランド設計の初代 V8 モデル L シリーズは、豪車なボディに加え、1928年には排気量を拡大、5.9リットル6.3リットルして 100PS に出力向上、商品性を高めた。 そして1930年には1931年モデルとして 125PS の新型 V8 エンジンを搭載した K シリーズにモデルチェンジした。さらに、同時代の高級車における多気筒エンジンブームを反映し、K シリーズリンカーンにも、翌1931年、1932年モデルとして 150PS の V 型12気筒7.3リットルエンジンを、 搭載したモデルキロバイトが追加される V8 モデルはかとなり1933年まで継続。以降はキロバイトが単にモデル系となる。12気筒キロバイトの最高速度は時速100マイル超という高水で高級車としての地位を確固たるものとした。1927年からはグレーハウンドをかたどったマスコットがリンカーンのフロントグリル頂点を飾るようになり、 現行のダイヤモンドの工房をかたどったエンブレムに変えられるまでの戦前期リンカーンのキな特徴の一つとなっている。1936年、リンカーンはゼファーの投入によって上位中級車市場、アッパーミドルクラスもしくは高級車内の廉価クラスにも進出、その斬新な流線型のスタイリングと相まって大好評を迎えられた。ゼファーはアメリカ車一般に 流線型のスタイリングが普及する講師となった車種として自動車市場に名を止めている。ゼファーは流線型デザインの流行を慎重に見極めていたエドセルが量産ボディ外中で関係の深かったコーチビルダーのブリックス社が手掛けた流線型試作車をベースにヨットデザイナーから転身した副新のデザイナー、友人ボブ・グレゴリーに命じ、 当時のフォード社で欠落していた中級車の開発に当たってアバンギャルドさを抑えながら進歩性をアピールできる流線型デザインを施させたものであったリンカーン系であるゼファーと大衆車のフォードの間に位置する両半中級車としてはゼファーの流れを汲むデザインのマーキュリーが198年に発売されている。メカニズムは特装ボディ前提で重量設計者足であったモデル系とは異なり、 むしろ量産車のフォードの構造の大型化というべき、平凡なものであったが、それでも高級車らしく、4.3リットル 110PS の V 型12気筒エンジンを搭載しており、全体の工作水準も高かった。ゼファーは、ボディを、社外コーチビルダーで、限定生産するのではなく、系列コーチビルダーでの高鉄製ボディ集中生産で、高級車だが、実質的に大衆車。 量販中級車同様の大量生産方式を完全導入った早い事例となった高級車でもある程度大きな生産規模を確保し大量生産システムを適用することは限られた例外を除き21世紀初頭まで一般的となっている。愛前後して限定生産者の性格が強い最高級車、モデル K の生産は1940年に終了。 他の高級車ブランドでも同様な風潮が生じ、自動車メーカー系でない独立コーチビルダー各社は衰退への道をたどる。その後、エドセルは、ゼファーのコンセプトを発展させた車の開発に注力。その結果はリンカーンによって作られた中で、最も成功した車といえる、初代のコンチネンタルに結実することになる。コンチネンタルは、表向き、エドセルが、 フロリダでの休暇中に乗るための特装車として開発された。1938年ヨーロッパ視察から帰国直後だったエドセルは試作書のスタイリングを当時のヨーロッパ大陸で進行していたカーデザイントレンドを組む欧州風コンチネンタルにするよう命じた。要望はボブ・グレゴリーによって匠にアレンジメントされゼファーをベースとしてトランク背面にスペアタイヤを立てた。 美しいコンバーチブルモデルが仕立てられた。エドセル専用車名目とした背景には、会社の実験を握るヘンリー・フォードが、星倫理の持ち主で贅沢な特注高級車の市販を、このまず、開発を妨害されかねないため、これを避ける意図があったという。エドセルが流霊な試作車を、フロリダで乗り回したところ、それを見た多くの富裕な人々が、この試作車の量産を熱望。エドセルは、 オーダーリストを縦に、父、ヘンリーを解き伏せて、市販車種とすることにこうした。こうして1939年、リンカーン伝統の車種コンチネンタルが誕生する。コンバーチブルやクーペを用したコンチネンタルは、かつてのモデル系に変わるイメージリーダーとして、上流人種から、非常な人気を集め、工業デザインとしても、傑作と評された。ゼファーとコンチネンタルは、ボブ・グレゴリーや、 ゴードンビューリグなどのラツワンデザイナーの手で、毎年細かなデザインチェンジを施され、堅調な売り上げを重ねた。リンカーン育ての親とも言えるエドセルフォードは1943年に没したが、二つのリンカーンシリーズは、第二次世界大戦による1942年から1945年にかけての中断を挟んで、戦後も生産が続き、1948年まで作られた。 1945年以降は、かつてのモデル系にあたる、超大型リムジンが存在しなくなったため、Q ゼファー系は単に、リンカーンの名で販売された。エドセルとグレゴリーによって確立された、リンカーンのデザインポリシーは後年まで受け継がれ、リンカーンは一部の例外を除けば、同時代のキャギラックの華やかさに比べるとより落ち着い、デザイン傾向を持つようになった。ともすれば、 同一視されがちな両者であるが、アメリカ市場では別々の個性を持った高級車として認識されている。1948年5月、全輪独立喧嘩と、幅広のフラッシュサイドボディ、新しい強化型の V 型8気筒エンジン、オプションの自動変速機を搭載した、完全戦後型の上級、リンカーン、コスモポリタンが1949年として、 発表され、追ってマーキュリーとパーツを共用した、スタンダードグレードの量販型リンカーンも発売された。生前のエドセルフォードが、ボブ・グレゴリーと共に研究していた戦後型スタイが、ようやく実現され、フォード社全体で遅れていた独立喧嘩の本格採用も行われたものである。以後、リンカーンは年度ごとのマイナーチェンジを繰り返しつつ1952年と1956年に、 フルモデルチェンジを行ったが、競合するキャディラックやクライスラーが過激とも言える、大型化、大出力化を進む中、装備面はともかくパワーで劣ったリンカーンは、競合各社の後陣を廃することになり、パワーアップ競争に身を投じ、やがて1958年のモデルチェンジと続く1959年のマイナーチェンジで、後年まで伝説となった1959年式。 キャディラックと肩を並べるほど、黒デスクなまでの巨大化デザインと、過剰な大出力。1958年モデルは7リッターで、再基準 375HP に到達することになる。また市場からは、コンチネンタル復活の要望は根強く、フォード側も従来のリンカーン部門とは別に、コンチネンタル部門を立ち上げて、新車種の開発を、はじめ、1955年にクーペモデルの、 コンチネンタルマーク2という形で復活した。価格がロールスロイスと同じ1万ドルという超豪華社の人気は最初のうちは好調だったものの、やがて売り上げは減少。わずか3000台余りを生産したのみで、マーク2の製造は打ち切られ、量産セダンシリーズのコンチネンタルマーク3に移行したが、これも不評で、マイナーチェンジ版である1960年の マーク V の生産中止を機に、コンチネンタル部門も解体されてしまう。しかし、コンチネンタルという車種名そのものは、存続、1961年のモデルチェンジでダウンサイジングされたリンカーンにその名前を引き継がれ、1981年に、コンチネンタルの最上級グレード、タウンカーが車種として独立するまでリンカーンの機関車種という位置づけが変わることはなかった。 その間に一時収まった大型化はまたもぶり返し、7リッター長の大廃棄量 V8 エンジンで豪華装備満載の巨体を動かすというアメリカ製高級車共通の肥大化傾向の流れはオイルショック機まで止まるところがなかった。1980年代以降、リンカーンはオイルショックや新車種の開発の遅れによって、 ヨーロッパや日本の高級車との競争に遅れを取ったと言わざるを得ない状況が続いた。このような状況を吹き飛ばしたのは1998年に発売された SUV ナビゲーターの成功である。ナビゲーター発売の同年にはフォードモーターが買収したヨーロッパの高級車ブランドジャガーランドローバーレンジローバーアストンマーティン ボルボカーズと共にプレミアムオートモーティブグループ、ポーの一員にリンカーンも加えられたが、2002年にフォードモーターは、アメリカ国内と国外のブランドを切り離した新販売戦略を取る方針に転換するため、リンカーンをポーから除外した。またフォードモーターは、グループ内で開発されたプラットフォームを流用したリンカーンの新車種の投入計画を掲げ、実行に移した。 2003年のアビエーター、2005年のマークエルティ、ゼファー、現、MKZ、2006年の MKX、2008年の MKS、2010年の MKT などである。2012年12月3日、フォードモーターは、フォードブランドとリンカーンブランドの差別化を目的として、リンカーン部門の名称をリンカーンモーターカンパニーに変更した。フォードは、リンカーン独自のデザイン、 製品開発、営業チームを設置、リンカーンモーターカンパニーのトップに、ジム・ファーリーを任命している。1970年代より、カルティエア・グッチ、ビル・ブラスやエミリオ・プッチなどのファッションデザイナーに内外装を仕上げさせたデザイナーシリーズ、デザイナーシリーズを用意しており、その後も担当デザイナーこそ存在しないものの、その名称が、 タウンカーの最上級グレードとして受け継がれていた。リンカーンは、キャディラックと並んで、リムジンを合衆国の大統領専用車として提供してきた長い歴史を持つ。初めてリンカーンがホワイトハウスに納入されたのは1924年、カルビン・クーリッジが合衆国大統領を務めていた時代だった。この車は、クーリッジ、ハーバート・フーバーの2台の大統領にしている。 1942年、フランクリン・ルーズベルト時代のホワイトハウスに納入されたのは、サンシャイン・スペシャルという愛称で親しまれた巨大な、リンカーン V12 オープンカーである。ルーズベルトが、フォード工場を視察するのに合わせ、ヘンリー・フォード自らの命令で製作された。1940年の製造中止後もストックされていた大型、リンカーンのモデル系、1939年型、 シャーシオナが、これに1942年型リンカーンゼファーニのボンネットと差し付け防弾ガラス窓を備えたオープンボディを乗せたものであった。ルーズベルトと時代のハリー・エスト・ルーマンによって1950年まで愛用され続けた。サンシャインスペシャルが引退した年に納入された専用車はバブルトップというニックネームの1950年型。 リンカーンコスモポリタンのストレッチバージョンであった。客室部分の屋根が当時最新素材である透明なプラスチック製になっているのが特徴で、トルーマン・アイゼンハワー・ケネディ・ジョンソンと4人の大統領に仕えた後、1965年に引退した。ケネディが大統領に就任した1961年、リンカーンコンチネンタルのオープンカーがホワイトハウスに納入されるが、 この車は1963年、ダラスで起きた、ケネディ大統領暗殺事件の主役を演じ、史上最も有名な大統領専用車として、人々の記憶に刻まれた。しかし実は、この、ケネディ遭難車は、翌1964年に1964年モデル用グリルへ、交換され、クローズドトップ仕様に、改造の上で、リンドン・ジョンソンの公用車に再重当されている。 その後1968年、ジョンソンの在任期間中に再び、コンチネンタルリムジンが納入されている。1989年に納入されたリンカーンが、現在のところ最後の、プレジデンシャルリンカーンである。ライバルのキャディラックは1983年、1993年、2001年、2005年。 そして2009年にリムジンをホワイトハウスに納入している実績を誇っているのに、比べ、やや低調なところである。日本国内でのリンカーンビジネスは、長きにわたって、近鉄モータースが行っていた。リンカーンの日本国内輸入権は、フォードモーターの日本法人、フォード自動車、日本、現、フォードジャパンではなく近鉄モータースが保有しており、自社での直輸入、 全国販売、部品供給体制を構築していた。全国販売網も、マツダの販売チャンネル、オートラマとは、独立しており、両方の販売網に加入していた販売会社もあった。一時期、リンカーンコンチネンタルと LS を、オートラマの正式ラインナップとして販売したことがあった。その時はフォード自動車、日本が、当該2社の輸入権を持っていた。2005年、 近鉄モータースがクイーンランドに買収され、クイーンランドカーズになったが、2007年、そのクイーンランドカーズが、親会社、クイーンランドの経営破綻により、フォーピラーズ、ウルプラスホールディングス参加に事業譲とされることとなり、以降、フォーピラーズが日本でのリンカーンビジネスを行っていた。2008年に入り、 フォードジャパンによってナビゲーター MKX の正規輸入販売が開始されたが、フォーピラーズによるタウンカーの輸入販売は継続されていた。2010年7月にフォーピラーズが同じウィルプラスホールディングス参加の福岡クライスラー、チェッカーモータースと合併して新生チェッカーモータースとして再スタートした。同時にフォーピラーズが東京都大田区で運営していた。 フォードの正規ディーラー、フォード新東京が閉店し、これに伴い、近鉄モータース以来のリンカーンビジネスの経譜が終了することとった。以降も、フォードジャパンによって、ナビゲーター、MKX の正規輸入販売が行われていたが、2016年1月25日、フォードモーターが2016年中に日本より事業撤退する旨を発表した。これに伴い、 ナビゲーター m k x の正規販売は終了することとなった。現在は一部の業者が並行輸入販売を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。